仕切りですね。今のロメロスペシャルでレジがちょっと時間を経過ですね。5分経過、5 minutes past、 5 minutes past。 さあこれでレジも足を痛めてしまった。やはり、青コーナーはこういった弱点が一つでも見つかったらそこを攻めていくのが上等手段ですよね。そうですね、まあ、パーで対抗するべきではないんじゃないですか。はい。さあしかしレジが起き上がって何を話すか。あっとこれはサイドバスターのような格好になりました ね。さあカウントは2。スラム技何でも迫力ありますよね、レジ大きいから、ね、さあまたもやロープへ振って、さあおっとこれフィニシュラス切り返した。さあ長谷川は何を狙うか。ボディアタックは返されて、そしてレジがまた飛んだ。さあこれはあーっと危ない 2.9。 もう意地ですか。ああいう形も、はい、ああいう形のホールもありかなって気がします。あ、なるほど。とにかく両チームとも早いうちに決着つけたいわけですよね。さあ長谷川が頭が今度はセカンドロープからミサイルキック、なかなか高い打点で打ってまいりました。カウントは2。おそらく、まあ、よく、はい、お互いの試合を見たり戦ったりとかね、している4人なんで、はい、アジャの裏剣とかそういう、はい、そういうものだけ気をつけておけば、はい、かなり、なるほど、どうしても長期戦になっちゃうんじゃないですか、これは、はい、お互いがお互いを知り尽くしてるわけですね。さあ、カウントが、あっと危ない。ちょっと長谷川が孤軍奮闘している模様ですか。でもこの選手もやられてても、はい、やっぱりやられ強いっていうかね。なるほど。ちょっと体勢が崩れたら、さあここでロールスパット、顎をめがけてヒット。さあ2連発ダウン、モンドリットダウンです。なんか本当にいいとこ決まりますよね、モンドリットは。綺麗に決まりますね。同じところに3連発、なかなかあうまく決まることはないですよね。やっぱり飛び技というか決め技ですから。なるほど、はい。さあそして強攻へとバトンタッチです。さあなんとここでラリアット。さあアジャが飛び出してきました。さあそしてここで重量級の2人が何を出すのか。あっと振り返らずのそのままの後ろ向きラリアット。さあ左足を引きずって強攻がこの分もできるのかな。やはり踏ん張りが効けません。でもレジ持ち上げる人ってそんなにたくさんいないと思いますよ。なるほど。何人もいないよね。そうですね。さあそして目まぐるしくタッチが交わされております。赤コーナー側アジャが出ております。さあ強攻、今のは DDT ですか、ええ、飛びついての DDT、 セカンドロープから DDT ですか。そうですね、はい、さあアジャが首を押さえて、さあ引きずり起こされました。さあこれでは持ち上げられるんでしょうか。この後裏剣とかは本当にありますからね、はい、あるパターンじゃないですか。それを気をつけなければいけませんね。あ、いや踏ん張った。 あれがありますからね。さあ2点3点します。さあ京都も嬉しそう。さあ観客のアピール、裏剣をちゃんと読んでましたね。さあまたもやラリアット担当。カウントは 2.95 でしょうか。もう入ってもおかしくないようなタイミングでしたね、でもあれで決まらないと本当苦しいでしょうね。そうですね。さああとノーガード氏、カウントは危ない。もう息が詰まりそうな試合です。さあアガがロープ振ってゴールを、さあ場内が沸きます。さあ長谷川がおっとまたもやアジャが返してまいりました。本当に行方が分からなくなりましたね。さあ肘を打ちつけてまいります。さあアジャもフラフラです。さあここで裏投げ、綺麗に決まりましたよ。長谷川は唯一のチャンスじゃないですか。そうですね、はい、アコーナーここはチャンスですか。大チャンスでしょう。はい、ここで一気に畳みかけられるところです。さあ裏投げ2連発。さあ京都がレジを止めに入った。なんとこう耐え忍んだらチャンスが巡ってくるじゃないでしょうか。まああるでしょうね。さあそしてアジャが体を入れ替えして、さあロールスマートもかわした。そしてこれまた1回目、あとまた京子がカット。
細投げのバックドロップやったり、10分経過、はい、テメスパース、テメスパース、目がうつろです。さあ、京子は場外落とされた。さあ、ここでサンドイッチ攻撃か。さあ、長谷川が東だったところでサンドイッチ、これは強烈です。さあ、そしてアジャがアピール、またこれバックアップ。選手のホール勝ち、ヤクルメサーカーコーナー、アジャコングレジデント組の勝利。バックドロップからの裏剣、一生パターンですか。アジャレジグリ一生でございます。なるほど。さあ、これでまずは、一試合、星を取ったわけですが、そうですね、ダメージの方はどうでしょうか。ありがとうございました。このアジャコングレジデント組の勝利です。そのまま赤コーナー、アジャコングレジデント両選手勝ち残りとなります。これで赤コーナー、アジャコングレジーベネット組が勝ち残りまして、トヨタマナミ井上貴子組との対戦、井上貴子組と対戦することになりました。でも次の試合レジーベネット組の優勝となります。